はいどうも、今日はねエリザベス女王杯の前頭解説をしたいと思います。先週先々週その前もかな、前頭解説するときに全部の馬をね褒めてねオッズを分散させますとかいうことやってたんですけど、今週からやめます。なぜやめるのかって言ったらね、あんまり効果がないということに3週間やってようやっと気づいたっていうのが一つ。あとなんかこういうことを言ってるから、なんか自分自身が混乱して僕がねわけわかんなくなってきたってのがあるので、やめます。はい、勝手に自滅してるだけってことにねやっと気づきました。なんで今回普通に前頭診断します。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、じゃあまずアドマイヤリード、この馬オークス以来の 2000m 台、 2000m 以上の距離を走るんだけども、なんかね距離が伸びて一変する可能性がどうとかいうこと言ってる新聞とかなんか人とかいるんだけども、僕はあんまり距離伸びてどうってことはないと思うんですよね。なので距離が伸びることはプラスではないと思います。でも京都コースの成績が6戦やってて1着3回2着2回っていうことなんで、京都コースの実績はいいんですよね。でもどうなんでしょう。府中牝馬ステークスでね、上がり32秒7っていう上がり3位の足を出しているので、どうなのかなって思ったんですけど、でもねやっぱり勝ち馬のディアドラと同じ位置にいるので、同じ位置にいて届かなかったってことは、展開が向かなかったって言い訳はできないと思いますし、なのでこの馬は押す要素って言ったら京都成績がいいってことぐらいですかね。他に僕はあんまりプラスの要素は見つかりませんでした。はい、でエテルナミドル、この馬成績安定しないんで、結構ムラがある馬なんで、前走掲示板外っていうのはあんまり気にしないんですけど、でもどっちかといったら早めの抜け出しができればなっていう感じですかね。ただちょっと相手が強いんで、今回はちょっと馬券買うまでは伸びないかな、手が伸びないかなと思います。はい、でカンタービレ、オークスで距離不安視されてた馬なんですよ、この馬は。そもそもで周華賞も距離ちょっと長いんじゃないかなみたいに言われて、でもなんとか3着には来たんですけど、2000までなのと、あと3歳牝馬同士でのだったら、なんとか来れたとしても古馬相手になって、さらにまた 200m 伸びて2200ってなったら、ちょっとさすがにね周華賞のようにうまくはいかないんじゃないかなって気はしました。ちょっと前に行ったらきついね。この馬が距離、2200でもなんとか耐えてくるんだったら、やっぱ周華賞みたいに後ろから行くしかないんじゃないですか。でもやっぱりピークはやっぱ周華賞に合わせてきてたと思うので、周華賞より上積みがあるかって言われたら僕はないと思います。はい、でクロコスミア、去年2着なんですよね。でエリージュはリピーターレースなんですけど、でもこの馬の調教とか最近の様子あんまり調子が乗ってきてないので、リピーターレースってことぐらいしか、僕は変える要素はないのかなと思いました。ちょっと厳しいかな。去年はちょっと和田さんが乗ってたのと、モズカッチャの乗り換えとかもいろいろあって、なんだか2着に来ておおって感じだったんですけど、今年はそういうのもないんでね、ちょっとあんまり買いたいとは思いませんでした。はい、でコルコバード、急に強くなってきてね、500万1000万14オープンって3連勝するってのは、そうできることじゃないと思うんで、強いのは確かなんですよね。で輸送で減らないのが条件ってのと、あと馬券外がこの馬生涯1回しかないんですけど、その1回の馬券外が京都なんですよね。京都の1000万下なんですよね。それも1番人気1倍台で5着ってなってるんですけど、それがちょっと気になるんですよね。馬体重ですかね。穴開けるんなら馬体重が減ってないことが、そうですね、それが最低条件なんじゃないでしょうか。はい、でスマートレイヤーは、この馬牝馬限定戦久しぶりで、ずっと G1 使ってきて、この前京都大賞典使って、京都大賞典も本命にしてて外しちゃったんですけど、先行してほしい、
前走京都大書店みたいに前走のねやつみたいに後ろから行ったらちょっとさすがにこの馬の切れ味ではちょっと出番ないのかなって思うんで前目前目につけてって感じが理想ですね。うん、まあでも去年でね去年で馬券外に入ってこれなかったんだったら今年はもうちょっときついんじゃないかな。去年よりかはメンバー上がると思うし、まあさすがに去年の方がね力は上だったと思うので今年勝負になるのかって言ったらちょっとそれは微妙かなと僕は思いました。あの穴で押してる人もいるんですけど僕はちょっとまあ申し訳ないけどまあスマートレイヤーにまでは手はあんまり今のところ伸びないですね。はい。でノームコア、うん、まあこの馬が1番人気か2番人気になるんでしょうけどまあなんだかんだ言ってねあの週刊賞使えなかったってのがやっぱ気になるんですよね。トライアル使ってて本番使わないってことも普通だったらありえないのでやっぱり疲れがあったとか、まあね、疲れがあったっていうふうには言ってるんですけども本当はアーモンドアイ避けるための方便なのかなみたいにも、まあ、そういう可能性はあるんですけどでもそれでね疲れがどうとか言ってる馬が、ね、いきなりねコバ相手の G1 で初めての G1 がコバ相手で来れるのか、まあ、3歳馬でね来れるのかっていうのも、まあ、あるんですけど、まあ、でもルメールなんでねなんかもうルメールって時点でなんか買っとかないとなんかバカを見る気がしてきたんで、まあ、なんだかんだ買うんでしょうけど、まあ、ルメールだからか、まあ、しょうがなく抑えるみたいなそんな感じです。でハッピーユニバンスはちょっとさすがにきついかな。ハッピーユニバンスを買う気にはならないな。なんか、うん、なんか消費者金融みたいだしあんまここにお金使いたくないっていうのがあります。はい。でフロンティアクイーンはまあ、条件問わずね頑張る馬なんで相手なりに必ず走ってくる馬なんで安定感はありますね。前走も3着来てるんで、うん、まあ準オープンは勝ってないんですけど2着2着で加算してきてるんですけども、まあでも久しぶりの 2000m を超える距離っていうのがどうなのかなっていう気はします。でもそれ思ったんですけど名将サムソンの子供なんであんまり距離が伸びたからダメっていうことはまあ決闘的にはねそんなないとは思うんでそれは大丈夫な気はするんですけどまあでも、ね、久しぶりのそれでもやっぱり久しぶりの距離長いのちょっと気になるかなとは思いました。ただまあ調教はものすごいいいらしいんでまあ場合によっちゃ買い目に加えるかもしれないです。でプリメラアスール、まあ、この馬が逃げ候補なのかな。クロコスミアとどっちが前行くのかなって感じはするんですけどさすがにちょっと格下感は否めないんですけどでもエリージョで穴を開ける馬って言ったら実績があって人気薄で逃げ馬ってこの3つが揃うことがまあ大事だと思うんですよね、うん、まあクイーンスプーマンっていうの印象が強すぎるのかもしれないんですけどでこの馬の実績はどうなんだって言ったら一昨年5着で来てるんですよ。一昨年エリジョで5着に来てるっていうのは、まあ、実績面はクリアしてるんで、まあ、全然条件に当てはまると思います、うんまあ、買うかどうかは別ですけど、はい、でミスパンテール、まあ、去年の年末から、ね、春先にかけて重賞3連勝とかしてすごい調子の良かった馬なんですけどちょっとここ2戦はいいとこはなくてで、まあ、ダイヤメジャーの子供で、まあ、マイル前後がいいかなと思って前走府中牝馬も 1800m ちょっと長いかなと思って嫌ったら私やっぱ長かった気がしたんでそれで今回2200エリジョさすがに無理だろうと思います。はい。でモズカッチャン、うん、まあね、まあ、レイデオロといつも互角な勝負してる馬だしそのレイデオロがジャパンカップじゃない天皇賞は光ったわけだしまあ牝馬同士ならまあまあ上位なんじゃないですか、うんまあ、ただデムールが最近 G1 勝ちきれてないっていうのが、まあ、気になるんですけどでもねでもだからといってでもそれでもデムール別にその成績悪いわけじゃないんで来てるんでちゃんと持っては来てるんで、うん、まあそれは消す材料にはならないかな。ただ前走札幌記念しんがりから運んだのがよく分かんなかった。今回もそういうレースをするのかは全然読めないんですけどでもそれでね前走まあでもサングレーザーの赤引きといい勝負をしたって言ってる人もいるんですけど僕はあれで勝ちきれなかったのがちょっと不安でうん、あれ勝ってて欲しかったなって思うのとでまた今回も感覚空いちゃうんで叩き使えてないんでぶっつけがどうなのかっていうこの馬の成績ぶっつけあんまり良くないんですけどまあでもそれ今までぶっつけで叩いてきたのは
京都記念とかそういうステップレースなんで、ぶっつけでいきなり本番叩いてくるというのは初めてなんで、それは今までぶっつけがダメだから今回消えろっていうのはちょっと僕はそれは安直なのかなとは思いました。なんで、まあ、順当にこの馬が一番って評価ですかね、なんだかんだ言いつつも、うん、ちょっとやっぱ荒さがしといたくなるんでね、こういう一番人気みたいな馬って。まあでもそれ差し引いてもこの馬が一歩抜けてるとは思います。はい。でリスグラッシュ、まあディアドラいなかったら前走余裕で勝ってたんでね、余裕で勝ってたんでね、うん、まあただマイル前後の馬だと思いますこの馬も、うん、ずーっと戦力使ってきてて、今回長かったからそこまで安心して飛びつくことは僕はできないかな、いくら安定感がある馬とはいえ。はい。でレイホーロマンス、まあさすがに押しづらいかなと思いました。うん、まあちょっとローカルのハンデ戦で狙いたい馬です。はい。でレッドジェノバ、うん、まあこの馬をね押してる人だいぶいるんですけども、うん、ただ使い詰めでずっと休みがないっていうのが不安で、ちょっと見えない疲れみたいなのが溜まってきてる可能性は大いにあるんで、ちょっとずっと使ってきてるんで、やっぱねえ、まあパドック見たところで何が分かるんだって話なんですけど、ちょっとそのあんまりマイナスが多かったらちょっと、うん、あんま手は出しづらいなと思いました。もう、うん、体重増えてて欲しいけど、まあでもさすがに、まあ、増えててもどうなんだろうな、ちょっとこの馬一番難しいかなと思います。やっぱ使いづらが不安なんで、そこまで手は出しづらいです。でワンブレスアウェイ、まあ馬場が渋ったらなくはない、まあ簡単に蹴ることはできないな、まあちょっとは考える必要はある馬なんじゃないですかこの馬、馬場が渋ればなくはない、適性はあるんで。で1600万下を勝った時ボバ相手で 55.5 キロのトップハンデで勝ってるんですよ。なので牝馬があんまり背負い慣れてない56キロっていう筋量もこのまま全然苦にしないと思うんで、まあ穴で狙ってもいいんじゃないかなとは思います。まあ要検討の馬です。でバフラーム、まあ、京都は合ってるし、まあ、前走も末足は健在で、まあ、いい馬だと思います。うん。でもちょっと相手が悪いかなと思いました。初めての10番で、はい、そんな感じですね。というわけで前頭を淡々と解説しました。うん、また、買い目とかの動画を土曜日の夜にね出すと思うんで、それで結論を言おうと思います。はい、こんな感じですかね。まあ暫定で本命はやっぱりモズカッちゃんかなと思いました。モズカッちゃんですね。はい。2番手以降を決めるのがちょっと難しいですね。どれもなんかいいところもあれば悪いところもあって、まあ、そこら辺どのポイントを重要視するかってことなんですけど、まあ、とりあえずはモズカッちゃんが今のところ1番です。はい。というわけで以上です。ありがとうございました。